うねび駅は奈良県柏原市八木町2丁目にある西日本旅客鉄道桜井線の駅である。乗降客数は市内近隣の主要駅よりもはるかに少ないが JTB の時刻表などでは当駅が柏原市の代表駅とされている。なお、かつては近鉄吉野線の急線でもある小房線の起点駅でもあった。1905年のうねび駅後期2600年に 当たる1940年に昭和天皇の柏原神宮行行に際して建築され重厚な自社風の木造駅舎が現在も残っている。かつては短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持っていたが、2005年12月、現在一番南側の線路が外され、相対式ホーム二面二線の構造を有する地上駅となっている。 1>, 1番乗り場側に駅舎があり、2番乗り場へは、古線橋で連絡している。また、停車位置が多少ずれていて、先頭車両が上降に便利な位置に停車する。ホームは、駅舎より高い位置にあり、駅舎とホームは階段及びスロープで結ばれている。その階段は、現在使われている出入り口を結ぶものと、寄品室とを結ぶもの、団体用出入り口を結ぶ3つ設置されていた。 王子鉄道部管理の無人駅であり、愛国化利用可能駅。愛国家チャージ可能な自動券売機が設置されているほか、愛国家等の IC カード読み取り機が設置されているが、普通乗車券用の自動改札機は設置されていない。広々とした駅前広場を持っているが、現在は多少手直しの上で、ほとんどのスペースを月決め駐車場としている。 アスカ方面のレンタルサイクルの返却場所の一つである。トイレは改札内にある。柏原神宮や神武天皇陵への最寄り駅だったため、参拝する皇族のために、駅舎内には、貴品室が設けられた。1940年には、後期2600年大祭が営まれて、昭和天皇が、1959年には、成婚から間もない皇太子夫妻が、この貴品室を利用した。 普段は閉鎖されているが、1995年以降、不定期に一般公開される。1日の平均乗車人員は以下の通りである。柏原市の代表駅となってはいるが、多くは近くにある近鉄柏原線の八木西口駅か、近鉄大阪線の山と八木駅を、また、柏原神宮へは、近鉄南大阪線、吉野線、 橿原線の橿原神宮前駅を利用するため、当駅の乗降客は少ない。また、国鉄時代は業務委託駅で桜井線に運行されていた急行、木の川も通過していた。桜井線殿下時に無人駅となり、出殺口は板で封鎖されてしまった。ありがとうございます。